アニメ『名探偵コナン』の劇場版28作目『名探偵コナン赤眼の残像』『フラッシュバックが』が2025年4月18日に公開されることが本日4日発売の『週刊少年サンデー』小学館1号にて発表された。原作者青山剛昌氏による書き下ろしティザービジュアルも解禁となり「思い出しちまったぜ」というキャッチコピーとともにコナンや毛利小五郎。 赤岩の刑事、大和勘助など主要キャラクターの姿が描かれている。画像、真剣な顔のコナン君。新作映画が発表された、サンデー、表紙。今回の舞台は、長野県の雪山。ビジュアルの右上には、空を見上げる、小五郎、が描かれ、今までにない真剣な眼差しと表情からは本作での活躍を予感させる。事件のたびに、名推理、お披露し。 その度にコナンに時計型麻酔銃を撃たれては眠りについてしまい自分の知らない間に事件を解決されていたり普段の生活からもだらしない姿を見せることが多いが決めるときはしっかりと決めるかっこいい一面も持っている小五郎今回の劇場版では第9弾「水平線上の陰謀」「水平線上のストラテジー」以来20年ぶりに小五郎がスクリーンで大活躍を見せるのか 期待が高まる。